5分以内に解毒剤を打たねば死ぬ。ライ立てます。まだか、まだ分からんのか。キャバクラ、何がキャバクラだ。あと40秒しかないぞ。そうだ、分かったぞ。これはとにかく先生に色目使わないでくれ。別に誰かさんみたいに体張ってまで欲しくないし、枕営業だろうが何だろうが欲しかったら私はやる。あんたはそうやって一生ナンバーツーやってれば。そんなから みんなにも言っておくね。先生に手出したら絶対許さないから。あれは私の獲物。先生。なんだろ。クミね、明日オフなんだ。あ、そう、なんか予定あるの？また先生のお家行っちゃおっかな。あ、僕は構わないけど。本当？乾杯。くそ、クミちゃんを独り占めしやがって。一体何者だ。もともとよく来てくれてた地味な常連さんなんだけど、お金持ち出した途端にあのクソ女。うん、うん、今何つった。この話はもうおしまい。それより私と楽しみましょう。かわいい。よく言われば可愛い。最低。父さん、あのな、おっちゃんが浮気者の最低男なんて潜入調査しなくても分かりきったことだろう。これはこれはお母さんから依頼されたデッキとした探偵業務なんだからね。パーロ、俺は浮気調査なんてしねえっつーの。それを言うなら警察はもっとしないんだけど。すみませんね高木刑事、18歳未満の僕らだけじゃこういうお店入れないんで。だからって僕を巻き込まないでよ。こんなところもし佐藤さんに 見られてもしたら。あの、お待たせしました、和代です。あ、どうぞどうぞ。失礼します。あ、そういえばあの人バラエティで大人気の人ですよね。そういえば、そういえば本も出されてたような。え、すっごく売れてるみたいです。お待たせしました、当店自慢のゲームタイム。本日のゲームはキスキスダービー。ラッキーな挑戦者はこのお二人。ここに並んだ20名の女の子から順番に挑戦者はキスを受け、グラスにワインをついでもらいます。一度に選べる女の子は1人から3人まで。よし、もらった。ワインの入ったグラスをクミのところまで持ってきてくれた人にはご褒美にとびっきりのキスをプレゼント。待っててね、クミちゃん。ココロちゃんすぐにそっちに行くからね。あの、先行後行どうされます？僕はどちらでも構いませんけど。お先にどうぞ。ではじゃあ一人で。先行は慎重に一人です。一人、小さい、人として小さすぎる。俺はしおりちゃん、かれんちゃん、はるかちゃんの3人だ。こちらいきなり3人甘いキス炸裂。じゃあ僕は2人で。両手に花、ダブルキス。ただいま、ロー君。ゴゴロンさん、早く来て。もちろん私のところまで来てくれるんでしょ。も
ちろんだ。そこはドーンと行くのみよ、ドーンと。サキエちゃん、サキエちゃん、アンナちゃんの3人だ。なんかもう見てらんない。楽しそうだな、おっちゃん。少し羨ましいかも。じゃあ僕もドンと3人で。面白くなってきた。これで10人。通りのおじさま、早く私を奪って。あう、男ならドンと行くのみよ。リナちゃん、美佐子ちゃん、真央ちゃんの3人だ。次第にクミちゃんの唇が近づいてきた。15。では一人で。お、ここで一人。トータル16。16番目は京子さん。口を吸いやがった。翔子ちゃん、なぎさちゃん、うん、あれ1、2、3。残念、これはどうやってもクミちゃんには届きません。絶対先生が来てくれると思った。やはり毒殺ですか。おそらく直前に飲んだワインに毒が入っていたんじゃないかって。何おい、そのワイン俺も飲んだんだぞ。おい、鑑識、いや、医者だ、医者どこだ。あ、何気に苦しい。落ち着けって。おっちゃんのワインにも毒が入ってたならとっくにあの世だよ。あ、そうか。工藤君のおかげで事件が起きてからこの店を出た人間はいない。ええ、犯人はまだこの中にいるはずです。佐藤さん、毒の入っていたデキャンタが判明しました。どれでした？待て、探偵ボス。ここは愛憎渦巻く大人の社交場だ。お前みたいなガキの出る幕じゃねえ。クミちゃんの仇はこの名探偵毛利小五郎が必ず取る。あんたのデキャンタからトリカブトの成分が検出された。何それ、そんなの知らないし。今日被害者と揉めてたそうね。だから言ってたそうじゃないか。殺してやるとかなんとか。ちょっと待ってよ、確かに言ったけど本気で殺すわけないでしょ。ナンバーワンの座をめぐって繰り広げられる女同士の熾烈なバトル、その末の殺人というわけだ。何その推理。そんなんでナンバーワンになったってすぐに捕まっておしまいじゃない。だいたいそんなこと言ったらキャスト定員全員容疑者よ。全員？そう、あのクソ女に恨みのないやつなんてこの店にはいないの。じゃあどうしてあんたのデキャンタに毒が入ってたんだ。いらないわよそんなこと。誰かわかんないけど持ってきてくれたデキャンタを私が受け取って。嘘をつけ。嘘じゃない。すいません、京子さんがいたのは確かここでしたよね。おい、探偵ポーズ、一体何だ。大事なことなんです、よく思い出してください。あの女がいて、うん、渚、
翔子、ゆいで、私だから多分ここだと思う。16人並んだのはなぜです？決められていたんですか？別に、いつもなんとなくここら辺だから。なるほど。工藤くん、16番目に何か意味でもあるの？このゲームは16歳取れば勝てるんです。16を取れば残りは4つ、1人が一度に取れるのは1つから3つだから。絶対20には到達しない。そういうことです。つまり16のデカンタに毒を仕込んでおけば確実に久美さんを殺せるということです。犯人は論理的思考、少なくとも数学が得意な人間だと思います。数学が得意、犯人はあなただ。僕が数学者だから犯人だと？そんなのまるで論理的じゃない。大体なんで僕が愛する女性を殺さなければならないんです？あんたは愛していたかもしれないが、向こうもそうだったとは限らないよな。久美ちゃんにとってはただの金払いのいい客だったかも。そんなことは絶対ない。理性によってのみ我々は人間となる。僕としたことが失礼しました。疑いは知の始まりという言葉もありますよね。君はで、聞きたいことというのは？峰さんはご存知でしたか、あのゲームの法則？ええ、数式で言うと N イコール4マイナス R、 N は自分が取る数字で R は相手が取る数字。ただこのゲームはこの法則を知った者同士で争った場合、高校でなければ勝てませんがね。つまり一人が一回で選べるのは一つから三つです。ですから高校でないと4が取れなくなるわけで、その後の4の倍数。言われなくても分かってるわよ。とにかく先行だと勝てないんでしょ？とにかくよく考えれば、数学者でなくても誰でも勝てる必勝法みたいなもんです。こんなことで犯人されたんじゃたまりませんよ。この店にいたんでしょ？なんか気づいたことは？いませんでした、いませんでした。くそ、京子か峰のどっちかが犯人のはずだ。ちょっと、あの携帯の信号は困ります。営業メールなんだから邪魔しないでよ。いや、それともあんたたち警察が明日から通ってくれるわけ？いや、それは山々なんですけど。どうした？でもですね、友達が殺されたのに誰も悲しんでないみたい。お父さんは大事なことしてそうだよね。勝っちゃなきゃなんもなれない。そうそう。ちょっと真帆ちゃん、何やってんの？死んだんだからもういいでしょ。一秒でもこんな顔見たくないの。ちょっと大事な証拠なら触らないでもらえる？なんで男の人はこんなところに来るの？なんでだ？ねえ、お父さんはなんで？おいおい、いい加減にしないか。やだ、やめてよ。まあ、やめなさい。いったもん。てやな、あのバカ女って。匂うぞ事件の香りが。こそこそと何をしてる。今何を隠した。この名探偵毛利小五郎の目がごまかせるとでも思っているのか。これは違うの、関係ないの。嘘つけ。これは動かぬ証拠の。あ、猫具合悪そうにしてたから連れてきちゃったの。お願い、誰も言わないで。高校生探偵の男の子、工藤君って言った？え？あ、はい、工藤新一です。もしかして彼のこと好きなの？あ、何ですか、いきなり。別に好きでも何でもないですけど。あんな推理オタク。そう、だったらいいけど。不潔談は最大の害悪っていうから。え？不潔談？優柔不断で決断しないってこと。
断ね。恋愛で言うなら、ちゃんと言うべきことを言わなかったり、やるべきことをやらないと後悔しちゃうってことかな。客さん、探偵なんでしょ？名探偵だ。名を忘れてもらっちゃ困る。あのね、私犯人知ってるかも。ん？名探偵毛利小五郎がお教えしましょう。たった一つの真実というやつを。やっぱり犯人はあなただ。おっちゃん、もちろん聞かせてもらえるよな、理由。当たり前だ、敦子ちゃんだ。一時の人だ。青くて未熟な君たちは知らないだろうけれども、この男は1ヶ月前にも同じ手口で事件を起こしているんだ。じゃあ私高校ね。活用からどうぞ。じゃあ最初は2つで。2つ。1つ。3つ。じゃあ私も3つで。1つ。2つ。私も2つ。私の負けですね。残念。はい、罰ゲーム。飲まなくていいよ。カズヨ大丈夫？カズヨ大丈夫？幸いカズヨさんの命に別状はなかったが、こいつは以前からずっとカズヨさんを指名していたにもかかわらず、有名になった途端ナンバーワンのクミちゃんに指名替えをしようとした。それで邪魔になったカズヨさんを殺そうとしたんだ。そうだろ？いやー、実に短絡的だ。そしてクミちゃんを手に入れたかに見えた。だがきっとクミちゃんはこいつの金にしか興味がなかったんだ。それに腹を立てたこいつは今度はクミちゃんを殺した。そうだろ？カズヨちゃんが飲んだカクテルはソルティドッグでした。それがどうした？彼女は血圧が高いため、日頃から高圧剤、つまり血圧を下げる錠剤を服用していたんです。もしかして和代さんはその相互作用で。さすが、その通り。俺を無視するな。ソルティドッグのレシピは？ウォッカとグレープフルーツジュース。そう、グレープフルーツジュースはある種の薬と一緒に飲むと効果を強めてしまい、危険な場合がある。危険な場合？もしかして和代さん血圧が下がりすぎちゃって。気を失ったんだ。一体誰が何のために。以前から高血圧だったんですか？はい、なので毎日これを欠かさず飲んでます。最近ミネさんとゲームをしていて倒れたとお聞きしていたんですが。不決断こそ最大の害悪か。今何て言った？不決断、決断しないってことで。不決断こそ最大の害悪。この言葉がどうした？さっき和代さんから教えてもらったんだけど、優柔不断はダメって意味で。そうか、この殺人方程式の答え、たった一つの真実ってやつが分かったぜ。お待たせしました。工藤君、君も僕を疑ってるのか？どうしてもお聞きしたいことがあるんです。どうぞ。和代さんが倒れた1ヶ月前のゲーム、あのゲームをやろうと提案したのは和代さんだったのをご存知でしたか？え？はい、峰先生あのゲーム大好きだからきっと盛り上がるよ。そう、じゃあクミに聞いてみようかな。
罰ゲームのカクテルを選んだのも和代さんです。じゃあソルティードッグでお願いしますね。なぜ彼女がそんな危険なことを。和代さんはあのゲームで試したかったんじゃないでしょうか。試すって何を。ミネさんの気持ちです。和代さんは危険を承知で試したんです。ミネさんが選ぶのは自分かクミさんか。勝たせてくれたらどこでもアフター付き合っちゃう。ミネさんならあれくらいのゲームの法則はすぐにわかる。その上で自分に勝ちを譲ってくれるかどうか。薬のことを知っているミネさんは自分のためにわざと負けてくれると和代さんは信じていたでしょう。しかしミネさんが選んだのはクミさんでした。クミさんを殺した真犯人、それがもう誰かお分かりですよね。犯人はあなたです。犯人はあなたです。カズヨ、ミネさんは言いました。あなたが飲んでいる高圧剤は錠剤だと。でも今日あなたが持っていたのはカプセル剤でしたよね。あのカプセルの中に毒が入っていたんですね。高木君、確認を。了解しました。デカルトがミネさんとあなたの関係に気づかせてくれました。デカルト、なんだそれ。ルネ・デカルト、僕が尊敬する偉大な数学者です。理性によってのみ我々は人間となる。疑いは知の始まり。これらは皆デカルトの言葉なんだ。そして和代さんが乱に言った言葉、不決断は最大の害悪。そう、それもデカルトの言葉だ。和代さん、あなたはミネさんとの会話についていけるよう懸命に数学を勉強したんじゃないですか。何ですかそれ。ああ、何でもないっていうか、直行座標系、もしくはデカルト座標とも言うんだけど、そのデカルトが作ったんでデカルト座標とも言われてるんだけどね。私バカだから数学とかは苦手で。ああ大丈夫、人間関係なんかに比べたら数学みたいに分かりやすいものはないから。もっと教えてください。この仕事を始めて私に対してあんなに真剣に話してくれた人はいなかったんです。ただ私はついていきたかったんです。カズヨ、そして今回の犯行を思いついた。カズヨさん、あなたにとっては16万目が誰であろうと構わなかったんじゃないですか。さらに言うなら、クミさんにワインを渡すのはミネさんでもおっちゃんでも構わなかった。16番目のデキャンタに毒を仕込んでおけば20番目のクミさんが必ず飲むということ、それが和代さんにとっては重要だったんだ。クミちゃんを殺すこと、目的はそれだけだったってわけか。愛する男を奪われた恨み、それが動機なんだね。私なんかより綺麗な女性を選ぶのはしょうがないんです。そんなの慣れっこですから。じゃあなんで久美ちゃんを。偶然聞いちゃったんです。あの先生かなり溜め込んでてさ。イタリアでもパリでもケンジの行きたいとこでいいよ。マンション資金全部吐き出させようと思ってんだ。ミネさんにこんな汚いこと絶対に聞かせたくない。そんなひどい目に絶対に合わせたくないって思ったんです。ミネさんを守るためにクミさんを。1ヶ月前のゲームでミネさんが決断したように私も決断したの。なぜだ、
なぜ僕なんかのために君が人殺しを。悪いのは僕なのに。理性によってのみ我々は人間となる。せっかく教えてもらったのにごめんなさい。やっぱり私バカだから。和代さんはどうしてあんなやり方をしたんだと思う？殺すだけならもっと簡単な方法がいくらでもあるのに。お前がさっき言ってたじゃねえかよ。愛する男のために一生懸命勉強した数学なんだろ。そいつをどうしても最後に使いたかった、そういうことだよ。どうして？そうすれば一生覚えていてもらえる。名探偵だなんて言われてもやっぱりガキだな。全てが割り切れるなんて思うなよ。人間は数学じゃねえんだよ。中でも一番厄介で計算できないものって何かわかるか？なんだよ。女心ってやつだよ。はあ？新一は？愛する人を守るために人を殺せる？どんな理由があろうと殺人は殺人だ。人は殺さない。でも愛する人絶対に死なせない。愛がと輝く星のよう。ほら大丈夫か？新一、父さんはありがとう。きっと父さんは君のよう。初めに愛と閉じ込められた。逆探知失敗です。どうせ俺の目的なんでしょ。お前だが。そうか。見えたんだよ。たった一つの真実ってやつがな。